食わな。よう。逃げ足が遅いんじゃね。もう回り困る。それ脅しに負けんな名探偵。先のことは気にすんな。おい、桑名！くそ、礼も言わずにとんずらかよ。止まれ、八神！さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ？沢先生！やめろ！くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。おいおいおい、ヤガミ、起きろ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 。
よかった。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま。意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。ああ痛えか。痛えよな。な？見たろ？まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められたただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ八神さん。あんた、あの女先生とはどういう仲なんだ？同僚。てめえ何言ってんだ。口挟むなよ阿久津。あ、俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それにやただ言葉足らずだよな。俺は西陽校からいじめ調査の依頼。なるほど。彼女はどうした？今頃は自分の部屋で休んでる。桑名か。そうそう、あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違ってる。うん。その桑名ってのは偽名だ。偽名？ああ、あいつは何だ。質問の答えは2秒以内だ。桑名ってのは何者だ。便利屋だ。偉人町のこっちで長いこと便利屋をやってるらしい。便利屋さんか。へえ。彼本名は北方ってんだよ。そっか、答えなくていいよ。初耳だって顔に書いてある。じゃああんたが言うとこのその桑名さんがどこへ逃げた。もし知ってても絶対に教えないね。ま、あんたはその便利。それがな。お前らに下手に賢いとこういう時損だな。じゃあ俺からも質問です。それとも、その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。